河田駅は三重県大和瀬市、曽根町にある東海旅客鉄道規制本線の駅である。1959年7月、規制本線の最後の開通区間として三木里駅、あたしか駅間が開業し、それに伴って当駅が開設された。交換する列車島式ホーム一面二線を有する地上駅。 数本の側線が付設されるなど構内は比較的広く駅舎とホームの間を遮断機付きの構内踏切が結んでいる。開業当時からの駅舎はブロック作りの1階建て、周りの駅とデザインがよく似ている。大和瀬駅管理の無人駅であり、普段は駅舎内部の窓口はシャッターが閉まったままの状態となっている。近年は 熊野大花火大会当日のみ窓口が開かれる。駅舎側の一番線を本線とした一線スルー配線のため、基本的に列車交換等がなければ上下列車とも一番線に入る。ただし、当駅の場合は列車交換の有無に関係なく2番線に停車する列車も存在している。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。 周辺は古川が河田湾に注ぐ河口にあたっている。駅の北に位置する河田と南に位置する曽根の両集落のほぼ中間に当駅が置かれているが、駅名になっている河田の集落は、当駅から見ると古川の対岸になる。紀勢本線の線路は河田の集落を通っているが、そのまま直進して古川を渡った対岸に当駅を置いている。これは、 家電の集落にそのまま駅を設けてしまうと、津波の被害を受けやすくなるためであると言われている。線路は、家電の集落のすぐ北から板にトンネル、ソネの集落のすぐ南から、ソネトンネルに入る。前者は、三木里駅付近、後者は二木島駅付近まで続き、共に長大なトンネルである。大曽根浦駅以南熊野市駅までの規制本線は、 入江の採用部にある集落同士をトンネルで結ぶ性格から、駅と駅との間ではほぼ一貫して、トンネル内を走っている。ソネトンネルは、硬い岩盤のため非常な乱工事で、高年生間トンネルの工事に参加した、国内精鋭のトンネル職人が集められた。画面の集落には、大和市立でに小学校、大和市立林内中学校、河田郵便局、 大瀬警察署が電駐在所が、曽根の集落には、大瀬市役所南林内出張所、三重木北消防組合大瀬消防署林内出張所がある。道路は国道311号が海岸線に沿う形で走り、駅の北側で県道70号が国道から西側へ分岐している。大瀬市、コミュニティバス、大瀬市、ふれあいバス、東海旅客鉄道規制本線。 三木里駅が電駅に木島駅。ありがとうございます。